エリキシール・ダンベールエリキシール・ダンベールはフランスのアルザス地方からベルギーのアントワープに今日移したブクラー家が18世紀に開発した薬草系リキュールの名手エリクサーの一種としても知られる腹痛をはじめとする様々な病気から馬の感触にも効くと言われ万能薬代わりに民間で古くから親しまれてきた医学博士 薬剤博士であるフランスはクサビエ・ブクラーが様々な植物やハーブの薬効を抽出した酒の開発を続け、1863年3月19日の午前2時についに完成を見たと言われる。FX ・ブクラー社は、1887年にはフランスの世界的科学者、ルイ・パストゥールが名誉会長を務めたブローネシュル・メール世界博覧会では、 パストゥールのサインが記された表彰状を授与された。ベルギーで最も古く有名な同社の蒸留所は、ベルギー王室御用達の名門蒸留所として、現在に至っている。マラガオレンジピール、キュラソオレンジピール、ハイチオレンジピール、コリアンダー、サフラン、スターニス、クローブ、キュラウェーなど、32種類の植物やハーブが用いられている。 製造工程は4つの段階に分けられ、製造に要する期間は約5ヶ月。ありがとうございます。